はい、どうも藤です。テラーをね、また今日も読んでいこうかなと思うんだけど、今日何読もうかな。何も決めたいね、今日も。ホームセンターすごい評価高いな。91,000もある。すごいな。あー、角川とかが出してるのもあるんだ。へー、このスマホ嵐って気になるな。スマホ嵐、これやってみるわ。スマホ嵐って知ってる？何スマホ嵐って。座敷嵐みたいな。気になる。何それ。座敷嵐っているじゃん。うんうん、子供の妖怪でしょ。それが家に来ると金持ちになるってやつ。それそれ。で、その座敷わらしのスマホバージョンがいるんだって。どういうこと？そういうアプリ。そうそう、そういうこと。アプリなの？違うよ、マジのやつ。何、スマホの画面に座敷わらしみたいなのが出てくるってこと？ある儀式をすると呼び出せるらしくて。何言ってんの。うちの学校じゃめっちゃ流行ってる。なんで？なんかスマホ嵐に会えるとお願い事を叶えてくれるらしい。それはすごいな。嘘っぽいな。でも A 組の子は彼氏できたって。関係ないだろ。面会希望。そんな言い方あるか。いいよ。どうやって呼び出すの？ちゃんとした儀式のやり方があるんだけどね。まず呼び出すための呪文をトークに書きます。あ、この LINE みたいなトークに書くのね。そしたら食べ物の写真をここに貼り付けて、その後においでおいでって打てば終わり。簡単じゃん。まず私から呪文書くね。嵐様嵐様、甘いものをどうぞ。で、甘いもの、桃かな。桃、はい。おいでおいで。これで写真の食べ物を気に入ると出てくるんだ。そそチーン。来ないのかな。来ないね。てか、まず来るってどういうこと。遠くに現れるってこと。桃じゃダメか。あと食べ物の写真なんかある。みかんがあるよ。それ取って送って。オッケー、今度私がやるね。嵐様嵐様、甘いものどうぞ。はい。皮は剥かず。おいでおいで。果物ダメなんじゃない。みかんもダメか。やり方間違ってない。ちょっと待って、教えてもらったチャット見直すから。ごめん、間違ってた。頼むぞ。おいでおいでじゃなくて叶え叶え。なるほど、だった。そりゃ来ないわ。てか全然違うじゃん。呼び出す呪文だし、おいでおいでの方がそれっぽいじゃん。来たー。今なんかいた、今いた、一瞬いた。ちょっと待って。ちょっと怖い、ちょっと怖い。出して。きた。なんか名前の表示が変になってる。笑えんの。てかどうしよう。何かお願い事しなきゃ。そうだよ、その前に挨拶とかは。そうだね、まず願い事言う前に挨拶だよ。そっか、こんにちは。てかこの会話も全部見えてるし、よろしくお願いします。出して。なんだろう、なんて言ったんだろう。どういうこと。彼氏欲しいです。このハートをつける勇気、そして彼氏が欲しいという願い、それは自分で頑張れ。まあでも若い子のお願いってそういうもんかな。さあ、それに対してスマホ嵐さんは出して。何を出してって言ってんの。何、甘いもんあるよ。なんかおかしいよ。出して出して。もしかして呪文間違えたから。あ、おいでおいでにしたから。ちょっとやばいよー。帰ってもらおう。帰ってもらえんの。うん。これさ、今さ二人で話してるけどさ、もう全部聞こえてるからね、スマホらしさんに。同じトークでしょ。出して。帰ってください。普通だな。お帰りください。出して出して出して。どうしよう、帰ってくれない。お願いするしかないよ。ナムアミダ仏、ナムアミダ仏。はい、帰って。いや言い方、帰って。いやいや言い方が悪いって。出して、ほら変わんないって。出して、むしろ怒ってる、さっきより絶対圧があるもんね。やばいよ、スマホが中から叩かれてる。何それ、どういうこと。振動してるってこと。ドンドンって出る、出るの、出る。あ、
出してってそういうことか。スマホの中から出してって意味なのね。出る。出ちゃうの？出てこようとしてる。え、ちょっと大丈夫？あ、え、ヒナ！出る。なんか卑猥。出る。来た。まあ、状況わかんない。てか、その打ってるスマホから出てるわけでしょ？それを今でも持ってる勇気がすごい。出る。出る。出る。え、キナ、え、どうした？あ！キナのスマホ、あ、出る、出、出た。も、も、ど、ど、どういう状態？うわー、すげえ！すげえ、着信とかなるんだ、これ。応答するよ。出たっぽいです。はい、ってことでスマホ嵐でした。ありがとうございました。最後着信出るのすごいね、あれね。うん、出たっぽいね、スマホ嵐は。じゃあどうしようかな。もう一個読みたいな、何か。エレベーターに2人とか、まあいいシチュエーションだなと思うし、開かずの間ってすごい気になるよね。開かずの間見ようかな。ちょっと気になる、これ。開かずの間、これは和義。はい、まだか。これは達也かな。はい、今向かってるからちょっと待って。ちなみに今どこ？やっと裏山の坂道を登り始めたところ。先に入ってるよ。了解。てか裏山にこんな空き家があるとか知らなかった。誰かが最近建てたものなんじゃないの？いや、これは結構古い感じの家だね。最近誰も使ってないと思う。ふんふん。ここ俺たちの隠れ家にしよう。わら、隠れ家ってもうさ、なんか今大人になって別に隠れ家そんなに欲しいと思わないけど、子供の時ってすげえ欲しがったよね。秘密基地とかさ、すげえワクワクしたもんな。楽しみだな。どんな感じ？家、絶対誰かの家じゃん。やばいって。京都で言えば洋館って感じ。すごいな。写真くれよ。いや、撮りたいんだけど電池がなくて。なんでだよ。わかんないけど、とりあえず、説明するわ。わかりやすくな。屋根は三角形みたいになってて、童話とかに出てきそうな。ほうほう。もう少し詳しく教えて。小さいけど塀があってちゃんと庭がある。それ隠れ家とは呼べないぞ、お前。あ、庭には大きな木が一本立ってるぞ。しかもリンゴの木だよ。ちゃんと実もなってる。家の中はどんな感じ？結構広い。1階は大広間で2階に続く階段がある。待て。2階に上がるな。なんで？いいから。なんだ？達也はなんか知ってんのか、この家について。もう上がってるけど？わら。部屋があるだろう。あった。なんか殺風景の部屋だな。え？ドアが開いてる？達也知ってんじゃん。完璧に知ってんじゃん。これどういう家なの？入っちゃダメだ！なんでだよ。わら。もう入ってるし？え？出ろ。なんだよ、せっかく来たのに。早く出ろ。いいから説明しろよ。小さい頃、俺に兄貴がいたの。ほう。覚えてる？いたっけ？いや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 、いたの？いたの？今どうしてるの？その人。兄貴は昔裏山から俺にメールしてきたんだ。ほう。すごい家を見つけたって。ほう。へえ。外国のおとぎ話に出てくるような家だって。この世のものじゃないくらい綺麗な家だって。それってもしかしてこの家？その家には階段があって、2階で部屋を見つけた。この部屋のことか。部屋のドアは閉まってたけど、兄貴はドアを開けて部屋に入った。ここまで来た以上は入るだろう。そしたらさ、部屋から出られないって言うんだよ。なるほど。え？ドアが開かないって言うんだ。外からは扉が開いたけど、中からは開かないって。うそー！同じ状況じゃん。今試してみたけど、開かない！笑ってんなー。そんで？お前兄貴はどうやって出たんだよ。あ、もう出たもんだと思ってんだよ、この数、バカ強しは、本当に。兄貴は、出られなかったよ。
ありえねえ。どういうこと？窓から俺が見えるか？あ、もう来たの？なんだ、お前もうついてるのか。見えないけどどの辺にいる？リンゴの木の下だよ。あ、もう違う空間なんじゃない？嘘だ、何も見えないぞ。うん、兄貴の時もそうだったんだよ。あの時も家なんてどこにもなくてさ。あー、じゃあ達也今来てるけど家なんか見えないんじゃない？ないんじゃない？そんでお前の兄貴はどうしたんだよ。次第にメールも返ってこなくなって、電池が切れたのかもしれないな。うん、それきりだよ。兄貴失踪中。捜索したけど兄貴どころか家自体見つからなかった。見つからなかったってどういうことだよ。お前の兄貴どうなったんだよ。存在自体が消えた。部屋ごと別の世界に行ったみたい。じゃあ俺はどうなるんだ。わからない。多分その部屋は入っちゃいけない部屋だったんだ。この世の人間が行ってはいけない場所への入り口で、兄貴もお前もそこに入った。でも出られなかったはずなのに。お前の兄貴なんていないぞ。そうだね、兄貴その中に入ったんだったらいてもおかしくないんじゃないのかしら。うん、死体すらない。つまり誰かが外から来てドアを開けて兄貴を連れて行った。あ、だから開いてたってこと？え、どういうこと？気持ち悪い。とりあえず警察呼ぶ。うん、頼む。え、これどうなっちゃうの？あ、もう充電がない。同じルートになる気がする。なるべく携帯は使わないようにしろ。うん、バールとか探せ。バール？あ、まあドア開けるために。やばい、どうした？マジで電池が。もうじゃあ閉じろ。達也頼む、助けてくれ。いや、いいからもうしまえって。もう携帯助け。バカかよ、どうなったんだよ。